皆さん、こんにちは。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。続きまして 企画はですね、 OB による演奏ということで、この民族音楽愛好会 OB による7名による演奏をお送りしたいと思います。私たちの民族音楽愛好会はだいたい1学年で20人から30人くらい今いるんですが、その人たちがだいたい大学の1年生の時に入ってきて、4年生になるまで活動を4年間続けて、それからあとその大学を卒業したりとかした後はその OB として、その OB になるっていうふうなことなんですが、今今年で民族音楽愛好会も31年目になりまして、全体でこれまでの OB の累計がだいたい500名くらいいるというふうなことになります。でその500名くらいの OB に、先日、名リストを送りまして、その駒場祭金曜日この昼の時間帯だけれども、その来てくれる人はいないかということで、人を集めたところ、この、7名が集まってその演奏しようというふうなことになったという形です。今日はこれからあと、8曲ほど、少し、長めではあるんですけれども、演奏したいと思いますので、皆様楽しんでいただければと思います。で今日演奏する他の演奏ですね、現役生の演奏とかはもうみんな駒場祭が始まるその2ヶ月とか3ヶ月前からそのグループを作って曲目を決めて練習するということをしているんですが、我々 OB はなかなかこう集まる機会もありませんで、今日とにかく集まれる人で集まって、朝10時に集まりまして、そこからその曲を決めて練習をしてということで、その演奏をさせていただきたいと思います。なので現役生の、心のこもった演奏とはまた打って変わってですね、こう即興の妙といいますか、そういうものをこう見ていただければと思います。今、メンバーを簡単に紹介しますと、 OB1 年目の人をちょっと手を挙げてください。はい、この4人が OB1 年目ということで、去年辞めたばかりの人たちです。OB2 年目の人、1人ですね。OB2 年目です。で、ミンさんは OB 何年目ですか？3年目ってぐらいですかね。3年目。で、残る一方は、OB 何年目でしょうか？5年目と言いたいところですが、もう数えてないですね。卒業して、10年はなってだ 9年くらいということで、このようなメンバーで演奏していきたいと思います。では、1曲目をお送りします。カルナバルグランデ、大きなお祭りという曲です。
曲目、大きなお祭りという曲をお送りいたしました。今大きなお祭りという曲をお送りしたんですけれども、私たちがこう主に演奏しているのは、南アメリカ の、 そのお祭りの時の音楽ということになります。で次にお送りする曲は、マリポーサ蝶という名前の曲なんですが、この曲も、とても賑やかなお祭りの曲でして、途中に手を叩いたり足を鳴らしたりする部分が出てきますので、ぜひ会場の皆さんもご一緒にやっていただければと思います。次にお送りする曲は今蝶マリポーサという名前の曲だというふうに言ったんですが、私が演奏している南アメリカの、ボリビアという国の音楽を演奏しているんですが、この国は非常にアンデス山脈の、上にあるような国でして、とても標高が高いので、例えばその町にあまりゴキブリとかネズミとかそういう小さな虫とか小さな小動物とかっていうのがあまりたくさん住んでいないんですね。なのでそのアンデスのこう山の上には蝶があまり住んでいないんです。なのでそのこのアンデスの人々にとって蝶っていうのは何だかその熱帯にこうひらひら飛んでいるようなそのエキゾチックで素敵なこう虫だというふうに思われているということで、次の曲はそのアンデスの人がこうきらびやかなこう音楽っていうのをこう演奏するっていう意味でその蝶っていうタイトルモチーフの曲になっています。でこの曲なんですが、一つ面白い楽器を使いまして、それが、今持っていますこのマトラカという楽器なんですね。というふうに極めて大きな音が鳴る楽器なんですが、これはそのお祭りを行進する時の足踏みの音をこう再現した楽器だというふうに言われています。これは南米の楽器なんですが、例えば楽天市場とかですね、ヤフオクとかでも普通に売っている楽器でして、日本だと野球の応援とかにもっぱら利用されるようですが、もともとはラテンアメリカの楽器ということだそうです。それではお送りいたします、マリポーサーです。それではお送りいたします、マリポーサーです。
ました。マリポーサ今日という曲をお送りしました。続いて3曲目になりますが、3曲目の曲はエルサリー旅人という曲をお送りしたいと思います。この曲はその同じようにそのアンデスの山の中をこう歩いていく旅人のイメージをまあ曲にしたものでして、非常にノリのいいリズムに乗せて、演奏される曲となっております。この曲はですね、とてもその界隈ではというか有名な曲でして、そのこの南アメリカボリビアの音楽をやる人たちは北は北海道から、西南は、まあ、高知とか山口とか北九州とかそういうところまで、まあ、津々浦々にいるわけなんですが、そういう人たちの、まあ、基本ナンバーといいますかというふうな曲になっています。それではお送りできますでしょうか。はい、お送りしたいと思います。エルサリーリ旅人という曲です。Thank you.
ございました。4曲目エルサビーという曲をお送りしました。この曲はですね、フォルク、南アメリカのボリビアの音楽をやってる人にはよく知られた音楽だったということなのですが、この中にはご来場の方には今日初めてこの種類の音楽を聴くという方もいらっしゃると思います。そういう方いらっしゃいますか？今日初めて聴きますという方、そういう曲方でも次演奏します曲はひょっとしたらご存知かもしれない、コンドルは飛んでいくという曲を演奏したいと思います。で、コンドルは飛んでいくという曲はもともとはペルーでオペレッタの曲としてオペラの演奏序曲として、作曲されたものなのですが、それをこういう民族楽器を交えて演奏できるようにアレンジしたのが、今日演奏するバージョンということになります。それでは、お送りいたします。サイモン&ガーファンクルでも、おなじみのコンドルは飛んでいくです。人々でした。悲しいわけじゃないですね、人々は。
楽器というのはチューニングが必要なのが、常でして、会場だんだんこれヒート皆さんもヒートアップしてきていただいているかもしれませんが、こうだんだん暖かくなってくると調弦が狂ってきてしまうんですよね。進めば進むほどかかる時間が長くなってしまう。
ありがとうございました。邪急な悲しみの人々という曲を、お送りしました。それでは私たちが演奏する曲も残すところあと2曲になりまして、最後から2番目の曲を、これからお送りしたいと思うんですが、続きましての曲が、わややいという曲をお送りしたいと思います。この曲はですね、ラテンアメリカ、そのボリビアで最も人気があるグループロスカルカスというグループが、1970年代に、作曲した曲になります。でこの曲はそのボリビア全土で、大ヒットを記録いたしまして、まあ、ボリビア人であればみんながこう歌うことができる、まあ、曲といってもいい過言ではないと思います。真ん中のところにこうワイヤイヤイワイヤイヤイワイヤイヤイとずっと繰り返しワイヤイヤイヤイワイヤ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 イワイヤイヤイというふうに歌うところがあって、このワイヤイヤイというのはその、ボリビアのアンデスに住む先住民たちのその、まあ、そのがそのなんだろう、自分たちの悲しみとかその喜びとかあらゆる思いを込めてその言葉にならない言葉をこう発するときにこうわややわやわやいと言うのだというふうな、まあ、そういう全体の歌詞になっておりまして、そういうふうなその多分その歌詞であるとかそのブリリアに住む人たちの思いというのがこの思いをこ うまく汲み取ったというのがこの曲がボリビア全土で大ヒットしたその理由なんではないかなというふうに思います。それでは演奏いたします。ワイヤイヤイです。Bye.
はい、ありがとうございました。それでは次の曲で、私たちの演奏は、最後にさせていただきたいと思います。最後にお送りします曲は飛ばすボリビアという曲で、この曲もやはりそのボリビアという国の、をこう、まあ、称える歌といいますかいう風な曲になっています。先ほどのこの曲がこう演奏されている、もともと演奏されている地域というのはすごく高い山にあるというようなことを、申し上げたんですけれども、大体ですね、そのボリビアという国の首都ラパスっていうのは、4100メートルくらいの高地にあります。4100メートルっていうと富士山よりもすごい高いところなんですが、僕もちょうどこの間の8月9月に2ヶ月間そのボリビアという国に行ってきたんですが、もう飛行場に着いたその瞬間からそのいわゆる高山病になってしまいまして、ものすごい空気が薄いものですから、こう頭は痛くなるし、もう数歩歩いただけでもうゼーゼーしてしまうというふうな、息が切れてしまうというような感じでした。その空気が薄いので、その血の巡りも悪くなって手が真っ青になってくるんですね。なんかこう見てて、でも自分の手とは思えないその真っ青な手を見ることになってしまうわけです、ボリビアに行くと。で、まあそういう、国なんですが、まあ、この、次にお送りする曲は、まあ、であればこそ私たちの国はこの星空に一番世界で近いところにある国なんだということで、その世界で一番高いところにある国ボリビアにこうに捧げる歌というのが次の飛ばすボリビアという曲になります。それではお送りしたいと思います。飛ばすボリビアです。皆さん今日はご来場ありがとうございました。
ました。大きい斜めによる演奏でした。続きましての、グループはエストレージャということで、今度は我々 OB とは打って変わって、ピチピチの1年生の演奏ということで、皆さん引き続き楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。